るぜ。そっちがその気なら、アザレンはこのぐらいでいいだろう。次は村の見回りでもしようぜ。お前が道場を継いでもう5年か。ずいぶん変わったよな。そうか。都の方はずいぶん物騒になったって言うしな。怪物やら盗賊団やらの犠牲者も結構な数になってるって。みたいだな。いろいろ変わっちまったよ。親父さん心配だな。大丈夫だよ、あの人なら。今までは平気だったけど、俺たちのスタール村だっていつどうなるか。
前ミキじゃないか。ミキ？ミキももう18だっけ。ずいぶん大人っぽくなったよな。ずっと妹同然だったからな。まだまだ子供にしか思えないよ。ちょっと行ってみよう。ごめん。ごめん。
どうしたの？なんかあっちの方に人影が見えた気がして。人影？多分最近物騒な噂が多いから気になって。あの影。マジか、いたよ本当に。がっつりと怪しいでしょ。どう見たってスタールのやつじゃないな。どうする？ねえ、どうしたらいい？村長に報告して対策を練ろう。おい、いいのか、あいつら放っておいて。ここから捕まえに行ったって逃げられるのがオチだ。それより迎撃の準備をした方がずっといいだろ。さすが神譲流の正統後継者、軍師っぷりも親父さん譲りだな。本当なのか、その見張りとかいう話は。確かです。で、何者なんだ？エイタロン。エイタロン？極悪非道って噂のあの盗賊団か？実際盗賊団なんていう規模や凶暴さじゃないようだ。5年前父が都に招聘されたのもエイタロンに抵抗するため、国中を回って武術を指導するためだったんだから。無理だ、そんな連中に目をつけられてどうしろというのだ。村長、どうしたらいいんだ。私は戦のことなど何もわからん。村長、落ち着いてください。村長が慌てていては村のみんなも動揺します。私が戦いの指導をします。フィデルニー。ま、他に敵役もいないわな。頼む、フィデル、この村を救ってやってくれ。全力で当たります。異常なし。
情なし。異常なし。異常なし。おい、そっちはどうだ。異常なし。異常なし。奴ら、本当に来るのか。奴ら、本当に来るのか。おい、そっちはどうだ。いつ来るかわからないのを待ってるってのもじれったいな。そうか。男たちはみんな思ってるさ。これで来なかったりした日には。来ないならその方がいいに決まってる。防げるかな。相手の規模にもよるけど、多分一度なら。一度か。二度目は厳しいだろう。みんなの心身も建物も痛む。どうする。中央に援軍を送ってもらうしかない。それもこれも最初の襲撃に来た。お前は女子供を道場へ誘導しろ。わかった。みんな戦闘準備だ。すまない。ありがとうでしょ。楽しませてくれよ。道場に行け。みんないるか。早く。やだ。ついて行くから。危険しそうだから。お前二人きりの時は態度でかいよな。こっちに来るな。好きにしろ。やった。これから。他も守らないといけません。村長はそのまま隠れていてください。情けない村長です。まん。その子たちを頼みます。戦は怖い。戦は怖い。戦は怖い。こっちはいいから村のみんなを頼む。
こいや！逃がすものか！道場と中の人たちは俺が守る。ここは大丈夫だから、フィデルは手薄なところへ回ってくれ。なんとか。今回はなんとかなりました。ありがとう、本当にありがとう。今回は撃退できましたが、次はどうなるか分かりません。次？奴らがまた攻めてくる？おそらく。ああ、嘘だと言ってくれよ。で、どうすんだ？何か考えがあるんだろ。国に援軍を頼みましょう。援軍？それはいい。すぐに出発します。お前の軽口もしばらく聞かれないな。寂しいか？せいせいするよ。ひでえな。無事に帰ってこいよ。絶対に間に合わせる。それまでスタールのみんなを頼む。引き受けた。
やめときなって。私も一緒に行くから。は？一緒に都まで行くの。ふざけるな、早く帰れ。おい待てって、どんなに危険か分かってるのか。危険だから行くんでしょ。夕べだって危なかったじゃない。一人じゃ行かせられない。わがまま言うな。私が危なくなったら助けてくれるって信じてるから。おいミキ、連れてってくれないなら一人で行くから。盗賊に捕まるかもしれないし、凶暴な動物に襲われるかもしれないけど、それでも行くから。決定事項だから。勝手にしろ。なあ、もう分かったよ、連れて行くから。やった。その代わりしっかりついてこいよ。はい。Thank you.
道場前で落ち合おう。お前ってほんと勝負ごとに弱いよな。そんなことないよ。考えが顔に出すぎなんだよ。ちょろいったらないね。それって勝負事以外でもそうってことでしょ。嫌だな。ああ、まあいいんじゃね。その方が裏表なくてニキらしいよ。何よ、それどういう意味？頑張って。
を急ごう。まだまだ成長しちゃうよ。